よいしょ、行くよ。はい、やって5秒で S。 よいしょ。はい、今週も始まりました。でやって5秒で S。 はい、僕がビビです。はい、ルイです。よいしょ。はい、お願いします。じゃあ今日はね、2人ということで。はい。なんかね、そう、先週2人とも休みだったよね。そうですね。僕がちょっと先週、バースデーがありまして、ちょっとお休みで。ルイはなんで？僕はちょっと使用ですね。使用ね。ちょっとお休みだったわけですが、ちょっとね、俺先週の放送ちょっとだけ見たんだよ。あ、そうなんですか？ちょっとだけ。はいはいはい。なんか、15秒ぐらい見たの、先週の放送。はい。したらその15秒間綺麗に無言だったから、あー、まあちょっと、いや、もしかしたらその15秒だけ綺麗に無言だったのか、ずっとね、あんま喋んなかったのか分かんないけど、なんかちょっと無言の時間だったから、うん、あ、これ見ない方がいいかなと思って、もしかしたら俺が見てるって分かって緊張したのかな、もしかしたらね。いや、そうそう、ぶっちゃけね、僕もなんかちょっといろいろな、コメントを近場からいただいて、うん、まあ結構、まあね、あれ、うん、みたいな感じだったあ、結構ね、斬新なメンバーだったと思うんだけど、ね、先週見た人いるかな、先週結構頑張ってた、ミクが頑張ってたとかね、うんうん、みんなあれだね、また見ようとしてたあのミクがっていうのが、ね、先週結構ね、新しいメンバーでやってたんだけど、そう、なかなか見ないメンバーですかね。そう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 、初登場か、2人ですか、初登場かね、そう、2人いて、そう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 、まあなんか楽しくやってたみたいだけど、まあだけど、まあそう、うん、結構だけどだったね、簡単に、まあいい、まあいいんだ、別にもう終わったものはね、そう、まあ先週僕が、はい、ちゃんとね、はい、無事に、はい、バースデーが終わりまして、はい、はい、もうありがとうございました、その説はどうも。いやー、本当にご無事で何よりでございます。いや、もう楽しかった、すごい。あ、マジですか。うん、すごい楽しかった。なんかね、やってっきり終わってからそのままコールドスリープ装置にでも入るのかいや、なんかぶっちゃけね、バースデーやる前はもう俺一生やりたくねえな、バースデーって思ってた。うん、これで最後にしたいって思ってたけどいざやってみたら楽しかったね。マジですか。またやりたいって思うね。うん、それを聞いて僕はやりたいとは思わないような気がします。バースデーはね、やっぱり緊張しました。緊張はね、でも当日じゃないね、前日の夜とかがすごい緊張して、しかもなんか前日の夜緊張しすぎてさ、死ぬほど焼き肉食ったらさ、胃がさ、結構フラグ立ちますよね。そうそうそう、やばかった、ほんとにマジでビンビンっすね、それ。死にそうだった、ほんとに寝れなくて、で朝起きてもなんかもう胃が痛くてさ、はいはい、うん、とてもなんかこの場で言えないような、ああ、もうですなパターン、そう、いろいろほんとにそう、だからね、あ、やべえ、これがバースデーの緊張かと思ったけど、よく考えたら焼肉だと思う、多分あれは、うん、結構直前に食ったからね、結構、うん、結構苦しいし気持ち悪かったし、まあ、でもまあね、焼肉何やすか、え、焼肉何やすか、何やすか、いや、違う、ちょっと歌舞伎町にある焼肉屋さんで、ちょっと叙々苑的なやつですか。いや、そんな高くないよ。あ、マジですか。でもしかもよりによって俺トントロめっちゃ食っちゃって、うわー、もう油だよね、油の塊、やばいっすね。もうそうそう、それでもうなんかほんと気持ち悪くなって、あー、これバースデーから来る気持ち悪さなのかなっても思ったし、いや、トントロ行くならてっちゃん行きましょう、てっちゃんマジでホルモン命っすよ。いや、ほんとにもうね、ちょっとやめようと思うわ。もうバースデー前に、てかイベント前に焼肉食うのやめようって、なんかもっとあっさりしたなんか春雨スープとかにしたけどよかったね。でもまあ、バースデー自体は普通に楽しかった、俺は。いや、ほんとに。どうだった俺のバースデー。ぶっちゃけ、普通に楽しんでました。あ、ほんとに、結構ね、俺は楽しかった。ね、同業の人とかも結構来てくれて、そう、楽しかった。もうほんとになかなかね、もう、見る機会のないものがいろいろ見れて。そうだね、結構、俺のお客さんが頑張ってくれたから、ほんとに、あ、見てるかな、ありがとう。ありがとうございます。お世話になりました、ほんとに。ほんとにね、楽しかった。そう。まあ、今日はね、そう、今日先週頑張って必死で一人でまとめてた、はい、ここの彼かな、はい、そうそう、まあバースデーってことでね、今忙しくてきっと出れないんだろうから、まあ、よかったらね、みんなね来てあげてくださいね、はい、ぜひぜひ、はい、お待ちしますね。ルイ誕生日いつだっけ。僕、7月ですね。ああ、そうだ、はい、じゃあ、まあルイのバースデーもね、みんな来てあげてくださいね。やるんですか。やるよ、やるよ。いやー、
ちょっと勘弁してほしいですね。いや、多分今勘弁してほしいって思ってるのはルイじゃなくてルイのお客さんだから違いないです。いや、でもどっちも勘弁しならもう勘弁しましょう。勘弁してもらえないで、うん、そうだね、多分今俺の発言で多分クソビビ余計なこと言うなよ多分ルイのお客さんのために今言ってるからいやー、そうそう、今から貯めといてくださいなんかこう世間一般のこう普通の誕生日とはちゃうじゃないですか。まあそうだね、うん、なんかね、やっぱ毎年俺も24になったんだけど、うん、まあ誕生日つまりもう24回迎えたわけ、うん、したらやっぱいろんな誕生日の迎え方があって、やっぱ仕事中に迎えた誕生日だったりとか、うん、まあ寝てたとか、うん、いろいろあるんだけど、まあなかなか結構、ね、うん、インパクトのある誕生日の迎え方だったから。しかもぶっちゃけあれってなんか自分プロデュース by 俺じゃないですか。まあそう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 、俺バースデーイベントプロデュース by 俺だからそうそうそう、いつでも俺が出るような誕生日じゃないですか。まあ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 、すごい、まあ本当になんかあれ、マジで誕生日だって、俺がやりたくて俺のために俺がっていう日だからの、どそういう日にやっぱ女の子を付き合わせてるっていう日かなって俺は、うん、普通の誕生日とはまたちょっとね、そうそうそう、だって普通の誕生日だってね、そんなお金かかんないし、うん、サプライズみたいなとかもできないじゃないですか、うん、クラッカーとか鳴らさないしね、うん、うん、そう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 、あ、やりますか、今日やりますか、クラッカー、うん、買ってく、買ってきましょう、ドンキで買ってこっか、そうですよね、でもそういう雰囲気じゃなかったらどうする、大丈夫か、もう関係ないでしょ、関係ないかな、うんうん、やっちゃえば、俺人のバースデーになると途端に大胆になるからいや、俺自分のバースデー結構慎重にやりたかったんだけど人のバースデーってなるとなんかわーいみたいないや、もう終わりよければ全てよしですよ、はい、そう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 、丸く収めましょう、丸く、うん、本当に多分、いや今日ぶっちゃけなんか、うん、自分のバースデーはね、やっぱ俺が一番楽しみたいって思ってたんだけど、はい、でもやっぱり緊張するし、うん、あの滑ったらどうしようとか、うん、ね、お客さん来なかったらどうしようとかいろいろ考えながらやるから、うん、心の底から楽しいのって本当途中からなんだよね。最初はそんななんかはいはいはい、もうでも人のバースデーって最初から最後まで楽しいじゃん。あ、まあそうだね、だから俺のせいでこけることもないし、うん、って考えたらなんかね、うんうん、遊ぼ今日、うん、市場遊ぼ、うん、遊ぼ今日、うん、今日遊ぼ仕事するけどね、仕事しながら遊ぶ、うん、遊ぶ、うん、結論遊ぶよ、うん、まあ、適度に遊びましょう、うん、そう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 、みんなどうだろう、みんな誕生日とかって何するのかな、うん、だいたいほらホストの誕生日ってのは、まあ、イベントをね、うん、打つっていう日なんだけど、うん、普通の人って言ったら俺らが普通じゃないみたいになっちゃうけど、うん、いやでも最近はね、もうどんな誕生日があるか分かんないですからね。そうそ う, そう、でも俺一回やられてみたいのがさ、顔面これ、あ、ケーキ的なパイ的な、そうそうそ う, そう、はいはいはい、あれ一回やってみたい。マジっすか、あれ やられてみたいとやりたい、両方ある。でも準備万端の格好じゃないとダメですよ、うん、まあそうだね、うん、それタオルとか準備しといてほしい。誕生日は普通に仕事、誕生日は家で一人で、なんかまあ聞かない方が良かった、うん、これ拾わない方が良かったかな、うん、いやでも一回でもそれ的なやつはやりましたよ僕。本当にもう普通にあの賞味期限切れのシュークリーム箱で多分3箱ぐらいですか、ね、24×3 ぐらいのやつをもう全部期限切れてるからもう投げまくりみたいな。それってあれなんかいじめとかじゃない、あ、じゃないです、じゃないです、あ、じゃない、いじめられてるの、集合戦みたいなやつ、ね、心配した、ちょっとずっとやってましたよ、うん、いや、マジ楽しかったです、うん、そう、なんで賞味期限切れなの。いや、もう普通にあのもったいないから、お裾分け的な、お土産的なやつで3箱買った。お裾分け的な、お土産的なやつが賞味期限切れちゃったの。そうそうそう、あ、多すぎてってことよ。そうそうそう、ああ、しょうがないね。あ、まあ、お店にこう届く感じで、まあ、前こう、まあ、別の、まあ、ぶっちゃけ居酒屋やってたんですけど、それでお店にこう、うん、届いたんですよね、うんうん、よくしてもらってるこうお店が大好きなお客さんみたいな、うん、で、まあ、それでも本当にシュークリームがあって、で、結局誰も食べないみたいな、あ、食べきれないってことだよね、そうそうそう、つまりね、うん、ちゃんと大丈夫に余るみたいな、うん、下にちゃんと最後に後でスタッフが美味しくいただきましたけど、あれ載せとかないとちょっと載せないっすね、視聴者からのクレーマーが食べ物を粗末にするみたいなの来るから気をつけて多分俺らがここでさ、なんかパイ投げとかやったらさ、はいはい、多分まず視聴者の方からの、クレームとプラス多分ここの人たちに多分怒られるから、ね、いや、時と場合を選びましょう。そうだね、うん、そうそう、大丈夫です。パイを無駄にするなって絶対言われるからそう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 パイ投げやりたいけど、やったらちゃんと後で美味しくいただきましたっていうのをちゃんとね、うんうん、いただいてなくてもね、まあ、書くことが大事だよね。でもぶっちゃけでもなんか、うん、あれですよ、投げる専用のパイクリームとかありますよね。あ、そう、ありますよ、普通になんか売ってるはずです、それを作ってるさ、人たちってさ、どういう気持ちで作ってんだろう。いや、無駄にしようって気持ちで作るんじゃないですかいや、別に人にやっちゃえみたいな、どうせこれ投げるしみたいなひたすらっすよ。いやー、だろうね。なんかそういうさ、思うのよ、例えばさ、お弁当に入ってるさ、はいはい、緑のギザギザのやつあるじゃん。あ、バランスね。あ、バランっていうの。バランっていうんですか。あれ作ってる業者の人とかって、どういう気持ちで作ってんだろうなって思う。いや、これによって、世間のこう、お母様たちがこう、うん、ナポリタンと唐揚げこれで混ざんないぜみたいな感じで、そう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 。いい仕切りなんですよ、あれ。あれ大事っす。あれ大事かな、あれ大事かな。いや、あれなかったら、
まあ、例えばその卵とかやっぱありがちじゃないですか、お弁当で、うん、その横に唐揚げとかあったらそれの色がちょっと映っちゃうんですよね、うんうん、え、気にする？気にします。本当に、うん、俺どうでもいいんだよね。だってあれもう俺お弁当を開けた瞬間になんかもうもう箸でピッピッてピッてやっちゃう。まさかあれっすか、胃に入れば全て同じ的な人ですか？いや、でわけではないけどなんか例えばその唐揚げにね、唐揚げになんかその、はい、あのソースとかがちょっとついたところで、うわソースついた台無し、もうこれ唐揚げじゃないってなんないじゃん。いやー結構落ち込みますよ。本当にマジそんなメンタル弱くね、大丈夫？いやいやいやそれでああもうどうしようとかなるなるかな。言ったらあれですよ、そのお弁当っていうジャンルに変わってるだけであって、うん、まあ皿の上に変わりはないんですよね。まあまあまあ確かにね、うん、トレイじゃなくて皿、そうですそうです、お皿の上で表現するというのはまず見た目から入ること大事、うん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 、そこ大事。まあ美味しそうかどうかは変わるよね。そう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 。でもなんかたまにコンビニ店員とかさ、いやその袋にその弁当入んねえだろみたいなやつに入れるやついない？で、アザースとか言って持ち上げた瞬間にガッそうそうそう、持ち上げた瞬間にさ、いきなりあ、行ったみたいな、こんななんてあれムカつくよね。もう唐揚げ的なやつの下からスパゲッティが上に今度来てるよ。うんうんうん、なんかさ悲劇的な、まあ、明らかにさ、店員とかも多分店員も途中で気づいたんだよ、あ、この袋にもう入んないなみたいな。でも、まあ、今さら詰め替えるのめんどくさいから、なんかどうにか入った感出しましたみたいな、入れちゃったよみたいな、そうそうそう、もう入れたから入れちゃう、明らかに斜めとかちょっと、うん、確かにそれは気になる、うん、じゃ気にするっていうか。いやでも一回ガチで、あの角っこちょっとやっぱ尖ってるじゃないですか、うん、あれで袋を破れてる状態で普通に渡されましたはいこれ渡すよ俺さ、いないいないいないみたいな。俺なんかあのどこの店とは言わないけどね、100円ローソンあるでしょ、知ってるでしょ、みんな100円ローソンね結構限られるじゃないですか、まあ、結果も一緒には100円ローソンでだいぶあれなんだけど、まあ、そう100円ローソンとナチュラルローソンは限られますよ、限られるんだよ、まあ、どこの店とかは言わないけどね、うん、で、なんかまあ行ったわけよ、うん、で、あのまあ食べ物を買ったわけ、軽い食べ物、おつまみ的なやつ、はい、なんか おかずセットみたいな、はいはいはい、で、まあ箸をつけてくれるわけよ、やっぱり向こうもね、あ、大事ですね、うん、気使ってね、うん、でもなんかその箸入れますかみたいな質問があるわけじゃん、はいはい、もう超タメ口だったの、箸いるみたいな感じで、あなんか、あ俺こういうの知ってる人なのかなとかいろいろ考えて、でもなんかとっさにお願いしますって言っちゃってなんか上下関係がもう分かんないよすごいナチュラルになんか違う、なんか向こうイライラしてるとかそういう感じもないの、うん、それまでの接客も丁寧なんだけど、箸、はいはい、いるって言われてお願いしますみたいなで、後からだんだんムカムカしてきて、俺なんであいつに敬語使って、あいつは俺に敬語じゃないのみたいなもう絶対あそこに100円ローソン行ってやんねって思って、本当にいやでも、あれですね、まあ多分ある種慣れちゃったんでしょうね、あそういうコンビニの仕事に、うん、まあ、我々も気をつけましょう。だからほら、一応さ、俺外国ってほら国によってさ、やっぱ敬語っていう文化がない国ってのがあるから、ね、きっとそこの国のね、出身の人なのかなっても考えたんだけど、うん、いやでもさ、この国で働いてる以上この国のルールでやってほしいよね、うん、大事です、豪に行っては豪に従うのが、そう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 、ね、うん、外国人っていうか、まあ多分アジア系の人だったんだけど、そうそうそう、まあ箸いるって聞かれたのね、まあいるかいらないかって言ったらいるからお願いしますって言ったけど、うん、いらないことはないからね、そうそうそう、まあ不便はないですかね、箸あって当然ですから、ね、そうそうそう、結構でも歌舞伎町って外国人の店員多いじゃん、あ、多いですね、コンビニとか、うん、結構すごい人いっぱいね、なんか一回あれですよ、でも原宿駅の隣のコンビニピーポイントで言ったら大丈夫、いや大丈夫です、多分見てないはず、うんうん、あそこ店員さん、ぶっちゃけ外人さんしかいないです、もう店長どこだろうって思って日本人っぽい顔探したんですけど、え、それさ、マジで全部外国人で、入るときパスポートとか必要だったら大丈夫、本当にもう国違うんじゃないかって思ったっすもんねそこだけ本当にもうマジで開いた瞬間に、あ、国違うみたいな、東京多いよね、多いです、うん、めちゃくちゃ多いよね、外国人の店員すごい多いっていうか、まあ歌舞伎町特になんだけど、なんかスープ春雨買ったはいはい、た時に、はい、もう露骨にスプーンつけられてこれなんかノリツッコミ的ななんかやった方がいいのかなっていうレベルで普通にスプーンつけてくるんだよね、いやフォークもくれたらいいんじゃないですか、あだから巻いてこうスプーンでこうやって食べるあのおしゃれな感じでじゃあスープハルさんいらないいやでもなんかここ突っ込んだら負けかなって思って、そう突っ込もうって言われるけど、うん、負けかなって思って俺意地でも絶対このスプーンで食ってやるいやもう渡された以上俺はこれ多分喧嘩売られてるんだなと思って、はいはい、お前どうせスプーンじゃ食えねえんだろみたいないや食ってやるよって結構もう普通にいやマジ難しかったからこう、ね、すくうじゃん一応春雨取れんのよ、ただその両サイドからスーンって落ちてくる全部、はい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 、全然取れなくて飲んだよね最後もう飲むよねもう食えなかったもん、いやマジで限界値超えてるでしょあれはね、アメリカ系の店員さんはフランクすぎてお釣り渡す時に手握ってきたりするってマジで、さすがにそれはあ、でも人によるんじゃないですか、あのなんかさ、お釣り落としてくるやつとかいない、ああ、俺あれでもあれ難しいんですよ、ほんとに、いや、あれマジムカつく、ちょっとなんか出ましたよ、とりあえず CM どうぞ、あ、じゃあ後でね、はいは
っとなめんなよ、掃除なめんなよ、タバコの火なめんなよ。すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。経験者大募集。まあそう、店員さんの話ばっかりになっちゃったんだけど、うん、はい、なんかさ、温めますか系の問題も結構大事だと思うんだよね。なんかそのさ、まあ俺基本的にあんまりコンビニで温めてもらわないタイプなの。なんかコンビニをあまり、あのそのなんていうの、うん、家の近くのコンビニとかだったらいいんだけど、はい、まあそれ以外だとあんまりなんか弁当とか買いたくないみたいなのがあって、うん、あとなんかその温めてもらってる間の申し訳なさっていうの。あ、まあ、でも結局持って帰ってる間に冷めますからね。そう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 、もうあるし、だからもう本当なんかコンビニの駐車場で食いますとかだったらあれだけど、うんうん、そうじゃなければ基本冷めるし、あんま俺温めないの、うん、なんか後ろの人の迷惑って言ったら変だけどさ、俺も一応ね買ってるからサービスを受けてる側なんだけど、うん、まあちょっとなんか迷惑かなとか思って温めてもらわないんだけどさ、うん、まあなんか店員とかでさ、まあこう見てるとさ、まあ、結構なんかやっぱね温めすぎみたいなこともあるわけじゃん。で、俺なんか昔スーパーで働いてたことがあって、そこのスーパーもあの、まあ、温めてあげる、うん、温めてあげるっていうか、まあ、レンジがあるから自分で温めてください方式なんだけど、はいはいはい、あ、まあなんか人によってやっぱもう温めてくださいみたいな、うん、言ってくれるやつがいるから、あ、そちらでみたいな感じのやり取りがあるわけまあ、まあ、あるわけ、うん、意外とね、あるんだけど、うん、で、俺まあそこで弁当買ったわけ、はいはい、うん、で、まあ、弁当買った時に、うん、まあなんかこう置くじゃん、あのレジにこうやって置くじゃん、で、まあピッピッてやるじゃん、通してもらって、はい、で、こういくらですみたいな、で、なんかそこはまあ袋詰めはもうスーパーだからやっぱ自分でやってくださいスタイルだから、はい、その反対のカゴに置くだけなの、はい、で、その時に店員さんがちょっとうっかり手を滑らせて、あの弁当を下に落としちゃったの。うわー、で、しかも落とす時にいいですね、バーッと拾おうとした店員さんの腕がそのレジの台にぶつかったらしくて、最初に言われたのがいっちゃってめっちゃ言われて、これ俺のせいなのかなと思ってなんかさ、まずすいませんは取り返しましょうかとかじゃないのよ。いや、マジで怖いじゃないですか。すごい嫌そうな顔でって言われて、いや、なんか俺とっさに、俺多分優しいんだ、根がとっさにすいませんって言っちゃって、でもやばいよくよく考えたらやっぱ俺悪くないのよ。てか俺どう考えても俺悪くない、強いて言えば俺があの弁当買ったことも悪いんだけどでもそれはさ、向こうも想定の範囲内じゃん、はい、てか買うためにそこはあるわけだから。でもなんかもうその店員のさ、なんかそのお前のせいで怪我したんだけどみたいな感じの顔でさ、とっさに謝っちゃったよ俺。え、ちなみに男性ですか女性ですか。あ、男性。あ、何歳ぐらい。20代そこそこぐらいの男性。あ、可愛らしい男性ですね。可愛い、多分痛かったの、本当に痛かったのと思う。もう多分レジ続行できないぐらい痛かったんだと思ういや、わかるよ、それなんか物を通す急なハプニングでの事故ってまあ痛いじゃん、とっさだから。でもさ、もう 100% っていうか、まあ、いいよ、俺も多少非を認めるとしても俺 2% 以上は認めないね、もう98あいつが悪い、98あいつが悪い。いや、なかなかいいっすね。いや、ほんとに、でもさ、やっぱなんか雰囲気的に、その場の雰囲気的に、はい、俺が悪い感が漂ってたの、なんかもう。え、後ろでも誰かいたんですか。あ、他の客いなかった、いなかった、俺いなかった、いなかった、うん、あ、でもなんかもうそいつと俺のもう世界だったの、はいはい、うん、二人のワールドだったわけで、なんかもうそいつがなんかこんな顔しちゃって言うから、しかも俺の顔めっちゃ見て、だからなんかすいませんみたいな。いや、でも逆に笑ってあげるべきやったんちゃいます、それは。ああ、いや、笑ったら多分キレるタイプだと思う。マジっすか、うん、あ、結構何やらかすかわからない系。そう、ちょっと多分頭おかしい感じだと思ったから。で、しかも何よりびっくりしたのが、その弁当拾ってそのままなんか渡されたことだよもうさ、さっき言ってたバランがもう行方不明なのよ。ナポリタンと唐揚げの間にバランがいないの、もうなんならちょっと半分ぐらいなんかご飯の方に乗り上げてるもうさ、これバランいらないじゃんっていう、本当にもうこれ作った人に謝れレベル最初俺一瞬海苔弁かと思ったぐらいにもうご飯のところに乗ってるもん、バランが。いや、シャカシャカしたいですね、逆に。もうあれね、でもなんか、まあ俺さ、うん、結構そういう時、結構そういう部分で俺チキンハートだから、うん、言えなかったの、なんか、いや、あのこれちょっと、うん、これやばくないっすとか言えないの。しかも店員さん痛そうだし、なんなら、うん、もう鉄板詰まってる状態だから、ね、引きずってんの、多分手痛いこと、うん、だからなんかそのレジのお金渡す時とかもなんかちょっと
手を気づかず素振りしながらお金数えるみたいな、もうなんかずっとそれを出すの、ちょっとこういう感じでこうやってやってる感じですよね、片手こうみたいな、そう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 、やってたから、あ、痛いんだろうね、痛いんだろうな、痛いんだろうなって思うから、もう俺もさ、もうベッただでさえそいつは今手が痛いっていうトラブルを抱えてるのに、この弁当変えてきてって言ったら、多分そいつ手の痛さで変えれないと思うから、もういいやって思って持って帰って食ってたんだけど、マジっすか、食ってさ、もう開けてやっぱそのもうバランがご飯の上に乗ってるところあたりでだんだんふつふつしてきて、あいつクビになんねえかなって思ってマジか、いやあいつ何やってんだろうね今頃、多分 俺があれが18の時だから、あの人多分もう30ぐらいになってると思うんだけど、まあでも一度ある方は二度ありますからね同じこと繰り返してるんじゃないですか、ああ、しかもね、そのスーパー、そ、実を言うとそのスーパー俺がちょっと前に働いてたところなんだけど、はいはい、うん、え、後輩ちゃんってことですか、じゃあ、もう俺辞めた後に入った人だから全然知らない人なんだけど、だからなんかね、クレーム出すに出せない、うん、なんか店長とか知ってる人だから、うん、だから出せなくて、でもなんかまあ俺ちなみにそこのスーパークビになったのよまあ理由がなんか髪型がチャラいっていう、ああ、うん、はいはい、なんかやっぱスーパーだからさ、うん、なんか俺なんかその時ちょうどなんかね、あのいろいろなんかこうギャル王じゃないけどそういうのが流行ってる時期だったのね、はいはいはい、髪の毛ツンツンに持ってみたいな、はいはいはい、で、なんかスーパーだけど俺ちょっとだけそのなんか徐々に森の大きさを増やしていって、あ、もうどこまで行ってバレないかみたいな、限界値途中からバレ始めてはいはい、はい、でお前その髪やべえぞみたいなこと言われて、だから次のセットせずに行ったんだけど、はい、まあやっぱ店長もおじいちゃんだからもうセットしてるしないに関わらず、なんかもう一回チャラいって決めちゃったらもうチャラいのよ俺、はいはいはい、で、お前もう今日働かせみたいなこと言われたから、あ、じゃあもういいっすみたいな、もうやめますみたいな、あ、でも首ってかもう自分でやめたんだから、まあ、促されてるのも、そう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 、でもやっぱね、しかもなんかそういうの全盛期だったからスーパーだったのにさ、俺なんかダメージジーンズとか履いてさなんかとんがった靴とか履いてちょっとどこまでいけるかみたいなどこまで注意されずに仕事できるかみたいな、でも俺偉いのが、偉くないんだけど、偉いのがどっちですかいや偉いんだけど偉いんだけど偉くないのが、ちゃんと、あの俺フリーターだったからさ、その時ちゃんと店にとってなくてはならないポジションまで上り詰めてから遊び始めたのよ。ああ、はい、だからいきなり入ってすぐそんななんかツンツンが加味すると速攻クビになるから、俺がいないとシフトが回らない状態まで俺は君臨したの。俺4ヶ月ぐらいやって、もう俺がいないとあのこの店回んないぜみたいな、はい、で俺自分で言うのもなんだけど仕事がすごいできるのね、そこのスーパーでは。いや、わかります、わかります。そうそう、だからもう俺レジとかマジ早いの、もう全然自慢にならないけど、今何の役にも立ってないからで、そんな貴重な存在を、うん、たかだか髪がチャラい程度で、うん、やめさせれないだろうな、みたいなところまで上り詰めてから、うん、ちょっと言い方を変えて、こう、なんだろう、こう、それでも、まあ、全否定まではしてくれないような感じでやってくれてると。そうそうそう、こいつちょっと髪型に問題あるんだけど、仕事できるし、シフトもなんかこの日入ってって言ったら入ってくれるし、うん、みたいな、うん、ポジションになってからやったんだけど、やっぱダメだったわ。あ、なんかね、もうすごい24時間いつでも入れますみたいなクソみたいなやつ、もう俺からしたらクソみたいなやつなんだけど、店からしたら貴重な人材がね入ってきちゃって、俺の代わりになっちゃって、そいつが、あ、もう俺ただのチャラいやつになっちゃったやられましたね。そうそう、俺本当はね、あのチャラくてチャラいけど仕事ができるやつだったのが、ただのチャラいやつになっちゃったから、もうそいつがいるせいで、だからもう本当にでもそのスーパーね、一昨年かな、地元帰った時にはまだあったね。ちなみにそのなんか、あの、いっちゃってやってる店員はもういなかった。いなかったのか、シフト外なのか、病院にいるのかだよね。まだ痛いから、ね。6年間多分、ちょっとまだ痛んでるのかもしれないから、ね。それはやばいっす、ね。だとしたらちょっと申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。もしかしたらね、なんかすげえ派手に折れてるかもしんないからね。いや、まあ、粉々かもしんないからね。だってめっちゃ痛そうな。実はもう人体ちぎれてるかもしんないからね。そう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 。まあ、俺関係ねえけど。俺のせいじゃねえもんだって。なんかしばらく罪悪感あったけども、よく考えたら、うん、全然俺悪くないし。いや、いますね。でもそういう。そうね。たまには、うん。うん。そういう店員もね、うん、まあいるんじゃないかなっていう。いや、普通は変えましょうかとか言ったり、もうすでにごめんなさい変えてきますって言ってパサーって言ってるようなタイプもいるじゃないですか。いや、もうなんなら俺が悪かったからね。あいつ裁判になったらあいつめっちゃ言ってくるタイプだったから急に俺勝ち誇ったみたいな。そうそうそう、あいつ多分なんならちょっとこっちになんかね、うん、ちょっと入院費用ぐらい請求してきそうなレベルでちょっと怒ってたからいやー、腕切り落として腕だけで入院した方がいいと思いますね、本当に。自分に支障がいろいろ出ますからなんか例えば、もうなんかごめんね、この話すごい長くなるってか俺根に持ってんだろうね、多分こんだけ言うってことはねなんかその、俺が渡したタイミングで落ちたんだったら、まあ半分俺のせいみたいなのあるけど、うん、もう完全にあいつがこう、ピッてやって、ね、ここで落としたから、もう俺関係ないの。ピッて通った後にガッて行って、バッて行って、そうそう、で、あ、いたみたいな感じだからで、いっちゃだからいや、もうごめんね、俺6年間根に持ってるってことになっちゃうよね、この話だと。やめやめ。いや、もう、でも、あれですよ、まあ根に持ちすぎ
って言うけども、結局でも誰にでも根に持つことありますからね。まあ、そうだね、うんうん、だから俺許そうかな、うん、っても思う。あの藤井なんだけど、うん、俺名前しっかり見た藤井だったわ、うん、藤井許そうかな、あの話が、うん、はい、藤井さんですね。そう、藤井、うん、許すわ、うん、ちょっとラレッコみたいな感じで、うん、そうそうそう、しかも俺しい匂いは自分で思ったんだけど、今藤井っていう時のさ言い方にちょっと悪意こもりすぎ藤井さんじゃないの、藤井なのよ、藤井、もう俺一生忘れねえわあの名前多分俺めっちゃ好きな人できて、この人となったら結婚してもいいって思っても、そいつの名前が藤井だったら諦めるレベルで嫌い多分嫌い、もうそのレベルで嫌いだから、いや違いないですね。そうそう、もうこの人、うん、男でも女でも多分めっちゃ仲良くなって、あーこいつとは一生仲良くできる気がするってやつの名前が藤井でも多分もう許さないし、もうなんなら絶対子供できても藤井って名前つけないし絶対無理だね、うん、いやいや、もう子供の名前が藤井ってやばいでしょやばいけど、やばいけどさだから俺多分藤井っていうお客さんができたらマジしこたま金使わせると思う藤井嫌いになりますね。そう、完全に俺多分ただの藤井嫌いな人なんで藤井さんいたらごめんね本当にもう八つ当たりだから完全に多分いや、ただそれはもう犯してしまった藤井さんが悪い。そう、もうあの連帯責任だからもう連帯までいったらやばいっすわ、叩かれたやつはやめよう、うん、やめよう、うん、藤井さんどうもすいませんでした、藤井さんすいませんでした、全国藤井さんすいませんでした悪い藤井といい藤井がいるのは俺も分かってる、どうでもいいよって感じの話これ話マジどうでもいい。いやでもいい話ですね。どんなバイト経験があるよ。バイト経験ですか。さ、居酒屋やってたね。あ、でも飲食が多いですよ。あ、本当に、はい、何やった。多いです。あ、でも人生初バイトココイチですよ、僕。ココイチは遊戯王コラボですけどね。あー、ココイチココイチたまにお世話になる。でもさ、ココイチって普通に食ったら安いけどさ、はい、トッピングしたら高くなるよね。トッピングマジ高い。異常じゃない、うん、なんかカレーで1000円以上出すって結構なんか、いや、それもあるんですけど、まあ元々があれなんですけど、ただもう本当にトッピングごときは高いですよね。まあ言ったらサブウェイのベーコン2枚がなぜか120円とかそれぐらいですよ、ね、あの、この間も話したけど、ラーメンの海苔200円みたいなもんあれいいっすよね、うん、あれやばい、あれやりましょう俺人生発売ってマクドナルドだったね。あー、うん、でもそれもよぎったんですけど、すでにこうなんかいろいろね、なんか近くのマックの変な噂が、あー、うん、あったんでね、うん、マックはマジ大変だったね、本当にピザーラ、あ、いいですね、うん、まあでも都会はやっぱいろいろあるからいいじゃないですか。まあね、うん、結局いなかったも飲食しかないですからね。はい、じゃあその感じで、お、今日もね、終わりの時間が来たということで。早いですね。そうだね、うん、なかなかマシンガンでしたね、我々は。そうですね、愚痴ばっかだったねまあ、告知をしたいと思います。本日、はい、ミクリーダーの、バースデーイベントとなっております。はい、よいしょ、よかったらね、これからでも全然間に合うので、うん、皆さん来てあげてください、はい、うん、どんどんいいやつだからね、うん、普段見てて分かると思うけど、うん、いいやつだから、ね、いいやつでしょ、ぜひ来てあげてくださいそして、ミコ生見たで紹介のお客様は60分1000円にできるサービスさせていただくので、はい、あ、今日入れないけど、まあ後日来ていただいたら嬉しいです、はい、体験入店の方もね、ぜひぜひ待ってます。可愛がってるんで、はい、可愛がってあげるんで、はい、うん、よかったらね、藤井さんって名前の人でも代入来ていいし、初回も来ていいから全然、はい、全然、ちなみに言っとくと全然いい、うん、逆に藤井さんですって言ったらもうビビさんちょっと逆に俺でもガツくかもしれないきたーみたいなはい、そんな感じでありがとうございました、はい、来週も見てください、バイバイ、また来週です。藤井さんもバイバイいや、僕藤井なんですよ。え、マジで嘘っすよ、嘘した。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。